北風正造明治28年12月5日は、江戸時代末期から明治時代の日本の商人。古代から続いた兵庫の豪商北風化に、婿養子用紙に入り、家督相続。幕府雇用係を務めながら、資金面から勤労の志士を講演した。維新後は、友人でもある初代兵庫県知事、伊藤博文と共に、兵庫及び神戸の発展に貢献した。 神戸駅用地を無償提供したことでも知られる。しかし、新政府が反発組織の様相を提してくるや、理想とのギャップから感触を辞退ジョセフ彦等を使って、茶の輸出事業を起こすを家業、商業に専念するが、大番頭の別家、北文七郎氏後使用人の不祥事、物品を思惑購入の失敗が、相次ぎ、ついに倒産し、失意の中、 東京で隠しした。維新関係文書は、本人が焼却したと伝えられ、西郷隆盛、伊藤博文等と維新前から地記があった。神戸事件で、事態解決のため派遣されてきた東、久世道富とは七教地の時手助けした関係でよく、知った間柄であった。その他、多くの勤労の志士と面識があったと言われている。伝説によれば、北風家は、 第八代高原天皇の彦彦なりす命を科祖と、する。六代美骨名が、神宮皇后より、兵庫一体の管理を委任されたという。後に、白富士姓を名乗った。1336年44代、白富士惚れ村が、京都から配送する、足利高氏を、北風の強い日に軍船に火を放って対象し、日体義定から北風帝村の名を貸しされた。後に、 北風星に改める。その後、北風家の本家は二家に分かれ、宗家は六右衛門、着家は小右衛門を代々名乗った。宗家は巣の販売、着家は海運業を主に取り扱い、繁栄した。江戸時代、北風家は主要七家に分かれ、兵庫十二浜を支配した。田尻佐編、造位書見伝造法番上特使造位年表 P37。ありがとうございます。